赤星あるいは増田、そして最後は矢蓋といったリレーをどうブルペンが作っていくか。痛烈な当たりだ、ライトに伸びる伸びる、入った、逆転、キャプテン阿部の逆転ツーランホームラン、4点差をジャイアンツは跳ね返しました。5回の攻防、渡辺をマウンドから引きずり下ろし、そして阿部のとどめの一撃は逆転のツーランホームラン、5対4、試合をひっくり返しました。一気に試合をひっくり返した阿部の一発、4回に2点、そしてこの回逆転のツーランホームラン。いや、ものすごいライナーの打球でしたね。いや、もう完璧ですね、だから両チームの打線が、はい、非常に怖い打線なんですね。